言葉が出ねえわ <laughs> いろんな意味で言葉が出ません。えー、どうも、タイチャンネルです。えー、まずは、山本由伸投手、そして、えー、全国のオリックスファンの皆様、えー、山本由伸投手のノーヒットノーラン達成、おめでとうございます。<laughs> まずは、称えるところから入ります。 えー、この山本義信投手、えー、2年連続2度目の、えー、ノーヒットノーラン達成ということで、え、このノーヒットノーラン2年連続というのはね、元巨人の沢村英二さん、えー、そして、えー、現在のね、楽天イーグルスの、えー、カメラさん以来の、何年ぶりだった ?80 何年ぶりのね、2年連続でのノーヒットノーラン達成、そして、えー、記念すべき、え、100回目のノーヒットノーラン達成ということになったみたいです。おめでとうございます。 いやー、打てるボールなかったっすね。全く。でもね、普通に今日、吉部さんがすごくて、ノーヒットノーランやられたわけなんですけど、ちょっとね、あの、ノーヒットノーランと関係ないところもね、ちょっと突っ込んでいきたいと思います。えー、まず、エラー3つ。これはノーヒットノーランとか関係なしにいかんだろう。と もう今日僕もね、あの、吉野さんすげえなっていう気持ちがもう頭の中9割なんで、切れたくても切れられないっていうところなんですけども、はい。あの、切れる元気もないんですけど、こういうことされて。もうエラー3つはあかんやろ。普通に。ノーヒットノーラ関係なく。特に、あの8回の表のあのエラー。送りバントされて、登場投手、ファーストに悪送球。まあ、このエラーが結局ね、試合を決定付けるオリックスの4点目、追加点となったわけですから、これはいかんだろうと。 うん、まあ、バッティングの方はもうしょうがないよ。今日は、うん。だってもう、2回ぐらいから俺もう完全試合するんじゃねえのっていう感じだったからね。うん、球数も少ないし、うん、投げミスないし、まあ、打線の方で言うとすればね、お吉野部さん今日も三振奪ってましたけど、うん、ちょっと見逃し三振が多すぎたね。 うん、もちろん、手も出ないボールっていうのもあったんだけど、すごい厳しいこと言うと、出していかないといけないから、うん、バット出さないと、あの、ヒットの確率もゼロなんでね。まあそこはちょっとやってほしかったっていうところはあったけども、まあそれ以上に素晴らしかったです。はい。もうそれ以上の言葉が出ません。本当におめでとうございます。はい。で、えー、今日ノーヒットノーランやられたわけだけど、えー、ランナー出たのが、えー、2人、6回の安田選手のフォアボールと、 え最終回9回の2アウトからの荻野選手のデッドボールえーこの2人だけということでございましたねはははいやなんかさ僕もさ今日さあの生配信でさ吉野部さんも人間だからって絶対にボロが出るとでもこれだけ成績残して日本球界にいちゃいけないぐらいの投手だから1イニングあるかないかだよって言ったんですよね それが僕はまあ、この6回の裏だったと思うんですよ。その6回の裏見ていくと、えー、安田選手がフォアボールで出まして、その後、田村選手がセンターフライ、藤原選手がセカンドゴロ、え木奥野選手がセンターフライ。うん。まあ、こういうことよ。うん。こういうことです。だから、うん。こういうことよまあ、ここで1点でも取れてればっていうね、うん、流れは変わったんじゃないか、ちょっとでも変わってたんじゃないかっていうところではございましたけれども。はぁ、あ。 まあ、ざっくり振り返っていくか。えー、今日のロッテの先発、なぶさんでございました。よかったよ。まあ、結果的には7回3失点で負け投手っていう結果にはなってしまったけれども、あの、吉信投手に負けじと投げてたと思います。僕は。あのね、本当にね、この4回表の3失点のあの、ラオウにスリーラン打たれたあのボールだけ。 ちょっと悔やまれた。うん。本当にあのボールだけです。だからまあそれを1球で仕留めたラオウもね、非常に素晴らしかったっていうところですよね。え、まあ4回の表ね、えー、中川啓太選手に、レフトの 角中選手の前にポトンと落ちるね。えー、レフト前ヒット。まあこれで角中選手がね、まあ前に最後まで突っ込んではいったんですけれども、えー、ちょっと後ろにボール弾いてしまって、まあ記録はね、シングルヒットなんですけど、中川選手が二塁まで行きましたね。で、その後も、えー、森友哉選手の、えー、セカンドへの内野アンダー。まあこれも打ち取っていたボールだったんで、まあ不運だったかなというところですね。でその後もワンナウトを取ったんですけれども、まあラオーにスリーラン打たれたと、えー。このね、打たれたボールがね、田村選手はインコースに構えていたボールだったんですけども、これね、シュートだったんですが、えー まあ、な、真ん中目に入りましてね。これを杉本選手が1球で仕留めたということで、本当にこの1球だけだったね。この1球を除けば多分、学ブさんも7回無失点ぐらいのピッチング見せていたんじゃないでしょうかね。えー、で、問題の8回。えー、ピッチャー東条投手がマウンド上がってきました。えー、先頭バッタークレバヤ林選手に、えー、センター前ヒットを打たれ、えー、その後西野選手の送りバウント、これを悪送球。うん、これが一番いらん。これマジ余計なミスね。 だからさっきも言ったけど、これでノーアウト2、3塁で、森友哉選手にね、犠牲フライを打たれたわけですから、あのこれもう、言っちゃえばね、これまあ結果論にはなっちゃうけれども、西野選手しっかり1個アウト取って、ワンアウトランナー2塁。で、その後中川選手をセカンドオーロを打ち取って、まあツーアウトランナー3塁。そして森友哉選手ライトフライで終わりでしたから。結局、このエラーが絡んでの失点。これは絶対になくさないといけない。ノーノーだからとか関係ない。ノーノーじゃなくたって、こういったミスは減らしていかないとダメです。 で、そして今日エラー3つなんで、えー、もう1つ出たミスといえば、えー、9回の表ですね。えー、沢村投手がマウンド上がりまして、今日沢村投手良かったっすね。やっぱり先日の楽天戦でね、えー、復帰登板して、今日は本当にもうストライク先行だったんで、これめっちゃ良かったっすねで。そしてね、2アウトから義母選手にヒットを打たれたんですけど、えー、これを小木野選手がファンブルー。えー、これでまた義母選手が2塁に進みましたと。うん。集中切れてんじゃねえか。完全に。 うん、僕はそう思いましたね。えしかし今日、沢村投手はストライク先行だったんで、若月選手もしっかり三振取ってくれましたと。さあ、9回の裏、2アウトから大木野選手がデッドボール出てました。これあの、もしさ、6回の裏の安田選手のフォアボールがなければ完全試合中だったわけじゃないですか <laughs>。それで、初級デッドボール、9回2アウトからのデッドボールが出て、もし、完全試合してた場合には、どういう心境だったのかっていうのもね、ちょっと気になるところでありますね。そして最後、えー、藤岡選手がセカンドゴロで、えー、2度目の、 の人の裏の達成ということになりました。はい、おめでとうございます。しょうがないんすよ。うん。吉野部投手良すぎたから。ね。しょうがないんですけど、これね、前も言ったかもしんないあの。こういうエース級のピッチャーを打ち崩していかないと優勝はできないですよ。ね。千葉ロッテマリーンズにもね、完全試合を達成した佐々木朗希投手がいますと。 その完全試合を達成したのがこのオリックスバファローズなんですけど、でもオリックス考えてみたら優勝してますよね。ローキ打ってんのよ。ちゃんと。京セラドームでローキの17イニング連続ランナー出さないっていうのを打ち崩したのもオリックスの福田周平選手だし、ローキにしっかり負けをつけて優勝してきてるわけですよ。エース格を打ってきてるわけですよ。だから、 ま、吉野部さんは多分今シーズンでアメリカに旅立つとは思うんですけど、こういうエース級のピッチャーを打てないと優勝はできないです。相当厳しいけど。えー、っていうところで、ノーヒットノーランを献上いたしました。そして、明日私、えーサークルチェンジに行って、えー、修行です。はい。一軍応援の修行です。まだ現在僕は、え千葉ロッテマリーンズのえ一軍現地応援、登録抹消中ですので。ま、あ言うたら、明日のサークルチェンジが室内練習場みたいな感じなのよ。 ま、ただで3位負け込んでるこのサークルチェンジではあるんですけど、あの、トツ最下位の2軍で1試合勝てたので、これやっぱね、あの、1段階上がって、今度はもうちょっと苦手なね、サークルチェンジで、えー、修行をしに行こうかなという、そういう決意でございます。明日の相手先発が宮城投手ということで、えー、今日の吉信さんがヒーローインタビューで言ってたみたいです。僕ちょっと音声オフにしてたから、実際には聞けなかったんですけど、明日もノーヒットノーランやると思うんで、 言われてますね俺ら。ねえ。本当に。言われてますね打ち崩そうよ。させてたまるかよ。宮城投手に、簡単に抑えさせてたまるかよ。良かったかもしんないね。今日ノーヒットノーランされて。今のロッテの打線のレベルはこんなもんなんだよ。って俺らこんなことまでされてるんだぞ。やべえぞ。って。選手たちも多分危機感がね。あの、今日のノーヒットノーランで芽生えてきたと思うんで。明日以降ね、えー、これちょっと、まあ、この悔しさを武器に、 え、戦っていただけるんじゃないかなと思うんで。えー、明日は何としても宮城投手打ち崩して、えー、絶対勝ちましょう。えー、そして何といってもね、明日のロッテの先発が、えー、今季絶望まで言われていたね、佐々木朗希投手が戻ってきます。まあ、吉井監督がね、明言してましたけれども、まあ、5回も投げないんじゃないかってね。 えー、そう言っていましたんで、まあ、玉勝ち的な多分、50球いかないぐらいで降りるんじゃないかなと思います。はい。そしてまた中10日とか開けて、次は80球っていう感じにね、えー、なっていくと思うんで、えー、明日の老貴様の、えー、完全試合は99.9%、えー、ありません。はい。ただ、完全試合リレーなんかは可能性としてあるんじゃないですか。 え、まあ、完全試合とか、ノーノーとかが全てじゃないですけれども、えー、明日トータルの結果としてね、えー、このオリックスバファローズ、リベンジしましょう。今日の借りは、すぐ明日返すぞ。ということで、明日の試合も、マリンツファイティン